こんばんは。今日は高崎綾子の配信がありまして、瀬戸内スタイルとスタイルブックの紹介とか、あと全国のローソンでね、放送、声の放送が始まるので、そのねお知らせとかでした。店内放送か。そう、全国のローソンさんで放送が始まります。でも時間帯ね、決まってるから、時間な、な、何時何分って決まってるから、その席に行けば聞けるね。なんか時間帯決まってるんだね、というかすごいな。なんか前回いろいろ新曲の放送とかあった時は、なんかいつか分かんなかったけど。ですです。そうなんですよ。だけなんかずっと待ってたけど聞けなかったっていう方が、なんか前回そうそうそういた気がするから、今回は時間が決まっててよかったです。きっと聞けると思います。よかった。ギフトありがとうございます。まさとしさん、たかお炭治郎さん、はんちゃん、くもはさん、ほたてさま、まいせんさん、わんたろうまるさん、トゥエールさん、炭酸せんべいさん、てるさん、なおなおさん、メガバイトさん、せいやんさん、ケーキありがとう。けんちゃん、くにひこさん、ロックオンさん、ナリバーさん、しのさん、お花ありがとう。とっつぁん、なおきさん、大西くん、こっぺさん、とっしーさん、りくとさん、大西くん、鳥取太郎さん、りんさん、みつるんさん、くまの、絵描くくま、ありがとう。絵描きくまやん。あすこさん、ありがとう。こちらこそ。なのでね、本当に瀬戸内スタイルブックね、手に取ってくださったりとかありがとうございます。でローソンからなんだっけ、コンプリンだったかな、でね、本作れますので、それが、のりとか山折りとか谷折りとかしてのりでくっつけたらできるやつ、ミニバージョンもできますので、そう、結構のりが難しいんですよね、貼り付けるのが。私結構そういうとこ几帳面になっちゃうので、結構時間かかっちゃった。いわちゃん、ありがとう。さとしーさん、ありがとう。めっちゃお腹鳴る今日。おしゃれ今日。嬉しい。嬉しい。
今日はそう、なんか朝からお仕事がいろいろとあったので、なんかそのまま来れるやつにした。花川でも今日はなんか今日の服夏だねって言われた。夏っぽい。広島お祭りなんかやってますね。あと十日さんだっけ、なんかやってますね、広島のお祭り。まだ行ったことない。お祭りか、お祭りの季節か。私今日半袖でしたけど全然大丈夫でした。半袖で良かったです今日は。暑かったです。フォローありがとう。広島は全然ずっと晴れでしたよ。そう、今日はなんか朝目覚めたから朝ツイートした。東京は雨がすごかったんですね。大変だ。そう、氷氷みたいなやつ、いったやつかな。降ってたんだ。うん。あら。明日は公演だ。土曜日、久しぶりの土曜日公演。よろしくです。いえ、髪型決めてない。てか髪型って。あのさ、公演前に知るか公演後に知るかどっちがいいんだろう。公演前に知ってたら見つけやすいではないでしょうか。
でも楽しみなのか楽しみなこともあるなんかとかいろいろ考える。まあ人によって多分違うんですけど、それは どっちだろうなって思いながら、気づいたら始まってる。なんかね、公演始まる前は本当に時間なくて、ずっとなんかもうそう気づいたら始まってる。どっちでもいいよね、結局どちらでもいい。お疲れ様です。最近なんか全然悩まんでいいことで悩んでしまうの繰り返しだ最近は。そうでもね、夜悩むっていうか、まあいろいろ考えて、でも次の日は寝たら忘れる人なんで忘れるんですけどね。悩まんでいいことばっかですね、悩みますね。結構ね、多分私結構そういう闇なんですよ。闇深いなんていうの人なんで。それでなんか人にそれを言ってその人がまた同じように暗くなっちゃうのが嫌だから、あまり言いたくないんですけど、嬉しい悩み、どうだろうな。まあ配信とかはさ、多分私の配信を見てさ、なんか嫌なことを忘れたりとか、なんか落ち着くとか、そのために配信見に来てくれとるんやもんなと思ったら、自分のそういう悩みとかはもういっかって思う。そう、なんかそう、私の配信好きっていう方、まあファンの方だからだと思うけどさ、そう性格って変わんないんだなって思う。相手のことも相手の性格も変わんないなと思うけど、自分も性格変わんないなと思う。変わろうっていう意識はあるんですけどね。そうなんです。
局なんかまあ楽しいことをこう続けていけばいいなって楽しいと思うこと続けていけば楽しくなる。それに伴ってまあいろいろちっちゃいことが来るんですけど、何ミラーボールありがとう。まあでもそう、結局その自分の存在することへの意味とかそういったものをなかなか自分で見出せないというか、自分じゃあんまりそういうふうに思えないのでね、まあこうだったらなぁみたいなっていうのは尽きないですね。という感じで、全然ただ自分は昔からそういうことを思う人なんで、思いながら、そうそう、自分ネガティブだなっていう客観的な意識はある。でも何を言ってもどんな時でもなんか、あ、私のこと好きな人もどんな方好きって言ってくれるけど、同時になんか、あ、今私のこと嫌いと思ってる人もいるんだなって思ったら、なんか今なんか自分多分なんか みたいな風に思っちゃうんですよね。なんかそう、ネガティブくら嫌いって思ってる人は今どう思ってるんだろうなって思い出したら、もうずっとなんか喋れなくなる。ライブ中とかも、って思いながらこれをいつも思っとるけど、配信では言わないようにしてるけど、今言っちゃってるけど言おうとしてやめる、いつも。でも考えなくて、そう、そういったこと、そういった考えなくていいことを考えちゃうんですよね。そうですね、少数派の意見、うん、そうなんですよね。だからとか、なんか言霊とかもあるしなーとか思ったら、なんか言わない方がいいなーとか思ったりするけど、結局こういうこと言わないから、
いや別に何かあったわけじゃないんです。私はそういうね、昔からそうなの。まあそうなんです。そういう時期、なんかここ最近さらに、それがだんだんなんか、あ、自分って一人だなとか思い出したらもうやばいんですよ。もうそれはもう私どんどん詩人になっていくので、そう、なんかそう思ったら昔っていうか、なんかそう、もうそういう気持ちに陥るのであれば最初から一人でいた方がいいみたいな風に思ってる時期があって、そういう時期もあったんですよ。もう結局なんかそういう気持ちになったりとか、誰か傷つく人がいるのであれば、そうそう、自分のせいでね、なら自分は一人でいいじゃんみたいなっていう時期あった。わかる？あ、へえ、本当ですかね。そう、なんか、うん、小学校の時からそんな感じでしたね。悟りです。まあでもなんか今は、今とかその成長していくにつれては、やっぱり人と話す方がなんか明るくなったりとか、こうちょっとしたことでも笑ったりする時間が、なんかね、楽しかったりするんですけど、何かあったわけでもなくて、本当昔からそうで、それを別に言わなかったから、知らないだけで、自分しかその自分を知らんだけで、でもそれがそういう風に陥る時もあるので、だなって思います。だなって思います。ですね。こういうこと、そう、うん、まあでもそうやって考えても、毎日ね、でも寝たら、なんか寝て起きたらもう治ってるから、全然自分はそういうタイプだからいいんだけど、からまあ自分がいなくてもっていうふうに考えちゃうサイクル来たらね、もうね、そういう時は自分を引っ叩いていかないとなとも思うよ。
うん、なんかそういう風にですね、やったらあのね、すべてのあの火が消えてしまうというか、やめになったわ、うん、語り。そうなんです、でも全然明るいんですよ今、全然明るいし大丈夫なんですけど、まあそういう時もあるよっていう話。ですですっていう感じのことを多分全て言ってしまったら、多分ここのあのルームの人たちが全員いなくなると思うので、うん、そうだから言わないんですけど、そういうこと。だんだんと、そう違うんです、何かあったけだけではないんです、ネガティブなんです。でネガティブだったらいつもお母さんがね怒る。そうお母さんポジティブなんで、私の考えが意味わからんらしい。真逆。配信多分お母さんは配信見たことない。お母さんもめっちゃポジティブ。お父さん、いや、ネガティブでもない別に。わかんない。まあそんな感じですね。だから全然心配しないでください、別に。そう、これギフトもありがとう。
りょうじさん、まっぺーさん、くもはさん、鳥、いくごぴょんぴょん、これミラーボール、ソウルメイトさん、くま、ありがとう。きちねさん、あおちゃん、ユンチョマルさん、くま、くま、ひらつぐさん、きちねさん、ありがとう。いや、多分今日は寝れる。多分結構眠い。はい、だから全然大丈夫。大丈夫です。もう客観視できてるんで、自分を。自分を客観的に見てるから。そうなんだ。あれですよね、ヤクルトの線ってめっちゃ今話題ですよね。なんかお腹鳴る、すぐ売り切れちゃう。へえ、すごいね。そんなに。へえ、でも継続的に飲まなきゃっていう感じなんですかね。すごいな、売り切れ続出って。口コミで広がっていく感じなんかな。けどできた。へえ、あ、快適に眠れるみたい。へえ、そうなんや。そんな風に聞いたらすごい快適に眠れるみたいです。へえ、そうなんだ。でも今快適に眠れてる、ここ何日間か。待って、お腹めっちゃ、なんでこんなに。佐藤慎さん、ありがとう。なかなか謎。あー、あれね、PR 舞台のお話し会の振り返り、今日あれですよね、振り返りに似て日程のして、で、あのメンバーの指定とか時間はまた違う日ですもんね。今日はまず日付を選ぶ日みたいで、でもそう、その日フェスの日なんですけど、なんか逆に来れない方は全然違う日でも全然大丈夫なんですけど、一応そこが特別なお話し会というか、そんな感じなんで。
ですですです、全然いつの日でも。結構時間帯あったんですよね。結構時間多かった、その日の6時間分結構ある、6時間分ある。ああそうですそうです、フェス、あーん、うん、なるほど。その日の服、自由、うん、自由だと思う、多分。たけいぼうさん、ロックオンさん、ありがとう。そう、今日めっちゃナチュラルだよね、めっちゃナチュラルなの今日。 GU ってなんかちかわとコラボするみたいな見た今日、気になってます。メンズでも、え、着てると思う。ナチュラルが一番好き。え、今日の感じか。え、あ、子供用のなんですか。え、子供用のなんだ。え、キッズなんだ。キッズはさすがに着れんかも。キッズはちょっと着れんかも、着れんわ、着れんわ私。着れん着れん、ちょっとちょっと無理やわ。どういう信頼感があって、そんなにどういう信頼感で、まあもし キッズの L なら確かにまあ着れるかもしれんけど、まあ L ならえ私なんかそのお仕事行った時にそのスタッフさんになんか急になんかチョンって押したら折れそうだねみたいな言われた。しかもなんか改めてって感じだった、改めてみたいな感じに言うけどみたいな、ちょんってなんか押しただけで折れそうだよねみたいな、え、どういう、え、どういう印象、どういう印象みたいなふうに言ったけど、
しかも急に一言目え、本当に。なるほど。そういう印象なんだなって思った。私人をあんまりそういう風に思ったことないから、なんかどういう感じなんやろ。そんな感じなんだな。へえ。褒めてくれとる。そう、一応そう、まだそういう大きな怪我はしたことはない。一応ありがとうございます。そう、一生あのしたくない。これはあの当たり前だけど、当たり前の発想やけど、このまま一生したくないえ、でも一回はなんかしそうな感じしますけどね。なんか結構なんか結構なんか一人一回はなんかそういう大きな気がなんかあるような気がする。ちっちゃい子とか。へえ、意外とか弱いんですねやっぱり人間って人間の話にすごい壮大になったけど、ない方もおる。こういう話ちょっとあれやけどさ、うん、なんかね、私も捻挫はあるんですよ。でもそのぐらいですね、捻挫ぐらいですね。本当に階段踏み外してだけなんですけど、それでなんかもうそんなことになりましたね。ゾンビごっこしてて、ゾンビごっこで、捻挫まではありそうですよね。みんな違う、ゾンビごっこはあれで、コメントね、私じゃない私はゾンビごっこしてない。そのコメントでゾンビごっこして捻挫した人がおったで私はただ単に階段をね、よくあるなんか2段飛ばしとかなんか3段飛ばしとかしたがる時期がありまして、その時にねしましたね。2段も3段も飛ばしてそういう時期があったんですよ。なんか手すり持っとけば大丈夫みたいな時期があって、ねえ、そう、その時にね、そう、階段の上で、階段苦手なんですよ。だからなんかすごい階段降りる時が結構なんか自分の中で苦手意識ある。急になんか頭の中のなんか階段への意識がなんかね時々そう
分からんくなって外す時ある。なんだろうあの感覚は。なんかあるんですよねそういう感覚。なんだろう、なんか普通に 見えてるのになんか知らんけど、あのなんか踏み外してしまうんですよね。だからちゃんと意識しないと、一点集中で階段に意識しとかんと、なんかもう本当にやばい、こけそうになる。そうふわってなるの。なんだろうな、手すり持ちたい派ですね。だから手すり持っとかんと階段とかもなんかちょっと難しい。なんだろうな、気をつけようね。踏み外す、なんだろう、なんか分かってるのに、なんかゲシュタルト崩壊なのか分かんないけど、なんかそう、なんかずれる時ありますね。分かりますか。気に入ってる？私？気に入ってはないけど、手すり残像が起き、頭の中でリズム作ればいい。へえ、リズムね、なるほど。確かにリズムあったらいけるかも。私リズム苦手だ、何事もリズムがない私。転売リズム感なかったりない人どうすればいいやばいって、リズム感なかったらどうしよう。スキップしながら降りたらさすがにね、多分あの2段飛ばし3段飛ばしの頃と同じようになる無心がいいかな、もうもう1周2周回って私リズム感ないのと戦ってるんですよ今。アイドルはリズム感大事な気がする。三言葉じゃ危険ですよ、もうあのちっちゃい子なんですけど大変、気をつけなきゃ。じゃあ次変わったらあのおやめします。私なんかずっとメトロノーム持っときたいなと思うよね、近くにと思って。なんかアプリとかであのいろんなアプリのメトロノームをねインストールしてみたんですけどね、全く使い方が分かんなくて。吹奏楽部の時はねメトロノーム必須なんですよ。吹奏楽部だったから多分そういうリズム感はあるよみたいな感じになったんですけど、その子の記憶が皆無になってしまってえ
え、安いですよ、メトロノめっちゃ。多分全然安いと思う。そう、ロングトーンみたいなことをするとき。あ、そうなんだ。いいアプリある。そうなんですか。しかもホルンしてたんで、裏打ちが得意なんですけど、ホルンってホルン奏者っていうか、ホルンってなんかあのくるくるなっとる、よくカタツムリみたいって言われるんですけど、なんかメロディー、表のメロディーっていうよりかは裏の音取りが多いんですけど、それで鍛えてたつもりがなんか全然なんか覚えてなくて、今なんか私裏取りしてみてって言われても全く分かんない。もうやばいんですよ。ホルンチョイスはあのなんか体験入部の時になんかもう決められてて、そのままホルンになった。だけどなんか練習してみようと思うけど、メトロノームないわと思った普通の曲でしてもなんかわからなくなる。そう、多分ね、そうずっとしとかんと忘れていくんよね、裏取り。なんか「てっ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 てよりかは「うっとうんとうんとうんと」みたいな裏の方の音。めっちゃ難しいよ。それであの歌とか歌った方がなんかこうあのリズム感が出るって言うけど、それが難しすぎて変わった。あら、なんかライブありがとうございます、来てくれて嬉しい。配信も来てくれて。アリバイの裏取ってこいじゃない違う、それはちょっと違うけどそれはちょっと違う。今日の1位はヤマシンさん、2位はトモさん、3位はコッペさん、4位はマイセンさん、5位はセイヤンさん、6位はイキュコピョンピョン、7位はヒラニーさん、8位はイワちゃん、9位はユンチュマルさん、10位はアルフォートさん、11位はシノさん、12位はソウルメイトさん、13位はガッチャン、シュウさん、ミツルンさん、キチネさん、マサトシさん、メガバイトさん、アオちゃん、ケンちゃん、ナオナオさん、ふたてさま、エイちゃん、タカオタンジロウさん、大西くん、カイさん、マッペイさん、ロックオンさん、キャスパー大くん、ナオヤさん、シンジさん、ラクラクさん、タンチョウさん、ヤマちゃん、ありがとうございます。なんか今日私、声がちょっとあれかも、ちょっとハスキーっぽくない？好きっぽいかもしれん。なんか山ちゃん、ん、しんじさん、きいちろうさん、とっとり太郎さん、ん、ともさん、お花ありがとう、いっぱい。初めて1位って、ありがとう。え、なんかさ、カスカスっててかなんかハスキーっぽくない？なんか今日ちょっとした変化やけど、結構珍しい。なんかかっこよかった。そうですか。蜂蜜食べよう。蜂蜜ある、大丈夫。あ、公園お待ちしてます。明日、あ、喉使ったからかな、そうかな、結構そうなのかな。
いやもう今日こそ早く寝よう。もうねここら辺で私はね明日お菓子食べようと思ってる。やばいこうやってお菓子食べようったりしよったらねもうねなんか知らんけど時間経ってるの。ちびさくちびさく美味しそうって思ってお菓子コーナーから取ってきてずっと今配信中ずっと見てた。目の前にこれがあったの。美味しそう。少しならいいよえお父さん何これ。え、本当だ。ベイビーな気持ちって書いてある。私ベイビーなの。ベイビー。私ベイビーなの。うん。おいしい。卵ボールだ。卵ボールにチョコがかかってる。懐かしい味がする。なんか懐かしい。止まらないやつだよこれ。やばやば懐かしいベイビーのベイビーの頃の気持ち懐かしいって思ってる。ベイビーの頃の記憶が蘇ってくる。そんな頃の私記憶なんかなこの懐かしいって。そんな感じなんかな。もっとあのもっとなんか物心ついた時じゃないかな。これベイビーの頃の気持ちなんかな。なんかねすごいね懐かしいよこれ。食べたことあると思う。